はいどうも、夜勤明けライダーです。今回の動画はですね、半分雑談に近いようなテーマなんですけれども、最近のね、X なんですけれども、見る価値がね、ゼロになっているんじゃないかなと思う件についてお話をさせていただこうかなと思います。X というソーシャルメディアをね、全く知らないという方は多分いらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけれども、一応調べたところですね、全世界でおよそ3億人、日本国内ではおよそ4500万人のユーザーがいるとですね、言われている、過去には Twitter としてね、人気を博していた SNS でね、なんか最近になってイーロンマスクとかいうものすごい大金持ちのおっさんに買収されて、ツイッターから X に名称変更されちゃったみたいな経歴を持つソーシャルメディアでして、僕も一応アカウントは持っているんですけれども、いろいろあって今ではね、書き込むのはもちろんのこと、全然ね見もしなくなっちゃったんですよね。なんでかっていうと、 X ってね見てもそうですし、自分で書き込んでも正直ねそんなに面白いとは思わないんですよね。実生活に役に立つような話も言うほどありませんし、誤情報やデマもちょくちょく転がっていますし、場合によってはね、人の発言の言葉尻をつまみ上げて言いたい放題、あるいは他人同士のいざこざに首を突っ込んでは、これもまた言いたい放題というようなユーザーも時たまいてですね、なんかね、人間って匿名になると人格が変わっちゃうやつがいるみたいでですね、そこら辺はまあ20年前の2チャンネル時代から大して進歩してないよなというような印象でね、まあ結構不愉快な気持ちにさせられることが多いからなんですよね。そもそも僕がツイッターを始めたきっかけなんですけれども、3年くらい前から動画を作るのにハマっていまして、まあ遊び半分でね YouTube を始めてみたんですけれども、最初はもちろん全くと言っていいほど見てもらえなくって、たまーに 1,2 回見てもらえたとしても、いいとも悪いとも言ってもらえない、ほとんど何のリアクションも得られないというような日々が続いていたんですよね。でもやっぱりどうせやるからにはたくさんの人に見てもらいたいですし、面白いとかつまんないとかでも言ってもらいたいじゃないですか。そんなもんですからね、本屋に行って YouTube の伸ばし方みたいな本を買ってきて読み漁ることにしてですね、でどの本にも共通して書いてあったことが、 YouTube 以外のソーシャルメディア、いわゆる Twitter とか Instagram みたいなところとも連携してリスナーさんの流入を図るといいですよみたいなことがどの本にも漏れなく書いてあってですね、それまでは YouTube は愚か、そもそも SNS 自体をほとんどやっていなかった僕は、とりあえずですね、本に書いてあった通りに Twitter に YouTube と同じオートバイ系のアカウントを作ってやってみることにしたんですね。そして日々の出来事とかをツイートしたり、動画を作って YouTube へのアップロードが終わったら、こんな動画ができましたよ、よかったら見てくださいねみたいなツイートをしていたわけなんですけれども、正直なところツイッターってね、 YouTube と違って正直あんまり面白くなかったんですよね。これもなんでかっていうと、ツイッターのオートバイ関連のタイムラインってね、なんか出会い系サイトみたいだったからなんですよね。今現在はねどうなっているのかわかりませんけれども、他のアニメとかゲーム界隈のタイムラインってね、そんな感じじゃなくって、純粋に自分の趣味をみんなと共有してワイワイ楽しんでる感があったように思うんですけれども、今はどうかわかりませんけれども、当時はバイク関連のアカウントを作ったら、まずは年齢、性別、所有しているバイクといったプロフィールとともに、バイクの写真と人によってはゴリッゴリに加工した顔写真をプラスしてですね、ハッシュタグバイク乗りとつながりたいを付け加えてツイートをするみたいなことがね、慣例としてあったみたいでして、僕もね、郷に入っては郷に従えというふうに思って似たようなツイートをしたように覚えているんですけれども、ただね、そのツイートをし終わるとね、なんか出会い系サイトへの登録が完了したような、なんとも言えない妙な感覚に陥りましたね。これハッシュタグバイク乗りとつながりたいっていうか、異性のバイク乗りとたいって付け加えた方がいいんじゃないの、なんて心の中でツッコミを入れていましたけれども、なんかそれを裏付けるかのようにね、ツイッターのバイク界隈にはおっと騎士団とかいう名誉なんだか不名誉なんだかわからない称号を賜っているご紳士軍団の方がいらっしゃったようでして、その騎士団の名称をね、最初に考えた人のネーミングセンスには脱帽していたわけなんですけれども、ただツイッターってね、性別を偽ることだって簡単にできてしまいますから、場合によってはね、おっさんがおっさんと気づかずに、おっさん相手に一生懸命口説いているという信じられないような地獄絵図がね、当時のツイッターではまざまざと繰り広げられていたように思いますね。とは言ってもね、もちろんいい人もたくさんいらっしゃいまして、普通にバイクに乗って出かけたりキャンプをしている様子を日々淡々とツイートをしている方とか、バイクメーカーの中で鈴木が一番いいと思っている方とかもいらっしゃいまして、ツイッター上でね懇意にさせていただいていたわけなんですけれども、とあることがきっかけで、それ以降僕は滅多にツイッターにログインしなくなっちゃったんですよね。まあ何があったかっていうと、何年か前にね、とある大物元ブロガーさんが揚げパンをトンビに持っていかれたというようなツイートをね、持っていかれる決定的瞬間の写真と一緒に投稿したのを機に、瞬く間に
タイムライン上で物議を醸してしまいまして、まあ、いわゆる炎上というような状態になってしまったんですよね。その元ブロガーさんがね、撮影のためにわざとパンをトンビに持って行かせたのか、それともうっかり持って行かれた瞬間を偶然撮影できてしまっただけのことなのかをね、ここで論じるつもりはないんですけれども、当時はここぞとばかりにですね、オートバイ系のアカウントもですし、そうでないアカウントも含めてその元ブロガーさんを集中放火するというような形になってしまっていまして、普段はねいい人だなと思っていたアカウントもそれに乗っかっちゃってね、これでもかとばかりに嫌味たっぷりな引用ツイートをしていてですね、僕としてはね、別にそこまで言わなくてもそんなの優しく一言を注意したらそれで済む話やんっていう感じでですね、他人事だったとはいえね、なんかもう見ていてヘキエキとしてしまって、それからというものツイッターにはめったにログインしなくなっちゃったんですよね。僕としてはね、炎上騒ぎとかみんな一体何が面白くてやってんのかさっぱり理解できなくてですね、別に自分が直接迷惑をかけられたわけでも被害に遭ったわけでもないのに、よくそんな他人事で腹を立てていられるよなっていうのが正直なところとしてはあってですね、多分みんなね優しいのかなって思うんですけれども、もしかしたら僕の共感能力が人より劣っているだけだからなのかもしれないんですけれども、僕は自分のことで精一杯でね、そんないちいち人のすることに腹を立てている余裕なんてありませんし、池袋のアクセルとブレーキの踏み間違い事故とか、京都アニメーションのビルにガソリンをまいて火をつけたやつとかね、本当に許せない事例ももちろんあるんですけれども、大抵の炎上騒ぎってね、例えば店と客のトラブルとか、 YouTuber 同士のレスバトルとかね、電車の中で変なおじさんに絡まれたとか、どっちがどう悪いかみたいな、僕から言わせてもらうとね、別に外野からあれこれ言わなくっても当事者同士気が済むまでやらせとけばそれでええやんっていうような事例がほとんどなんですよね。ただまあ喧嘩するんだったらせめて見えないところでやってくんねえかなっていうのはよく思いますけれども、全部とは言えないけど、一部のインフルエンサーの中には注目を集めるためにあえて対立を煽るような発信をしている人間もいるのだ。そんなのに乗せられて一度しかない人生の貴重な時間を奪われるのはとてももったいないことだと思うのだ。こういうの多分ね、ツイッターの運営側にも問題があるように思うんですよね。とにかくどんな形であれツイッターに人を集めて収益が上げられればそれでいいみたいな意図が見え隠れしていますし、そしてねツイッターから X に変わってその収益がユーザー側にも分配されるようになったっていうのも問題を大きくしている一因なんじゃないかなと僕は思うんですよね。どういうことかっていうと、 X の収益分配ってユーザーが投稿したポストのインプレッション数に応じてその額が決められるみたいで、ポストの内容云々はあんまり関係がないっぽいんですよね。ですから自分のアカウントのインプレッション数を増やしたいと考えているユーザーは、炎上だろうがなんだろうがとにかく伸びているポストに食らいつこうとするのは至極当然の行為でですね、ただひどいのがね、悪質なケースになると、この前の能登半島地震で問題が浮き彫りになった嘘の救助要請のポストでインプレッション数を稼ごうとする人間まで現れるというですね、バイク界隈にいる護身士騎士団の方がね、可愛く思えてしまうくらいの大バカ野郎がいることが分かってですね、もしもねそんな嘘を収益が目的でついているんだったら、やってることはただの詐欺行為だし、本当に助けが必要な人のところに行かなきゃならない救助隊員の時間と手間が取られてしまいますからね、到底許すことのできない万死に値する行為なんじゃないかなと思います。というかね、災害に便乗した火事場泥棒みたいな犯罪行為ってね、通常時の犯罪行為よりも量刑を重くした方がいいんじゃないかなと思いますよ。わざわざね、人が弱っているタイミングを狙うなんてね、犬畜生以下がすることなんじゃないかなと思っていますし、事実としてね、そういったポストって日本人じゃなくって海外の人がやっているケースが多いらしいんですよね。聞いたことがねあるかもしれないんですけれども、インプレゾンビって呼ばれているバズったポストに文面や写真を似せて、ひどいものになるとね、コピペしただけのものをね、そのまま X に投稿したりして、それとは別にバズってるポストにね、全く意味のないリプを大量に送りつけたりとかしてですね、もうとにかくインプレッション数だけを稼いで、そのアカウントを持つ人間に収益が入っていくようにするというですね、本当に困っている人からしてみたらね、シャレでは済まされないような事態に陥っているみたいなんですよね。 X をはじめとしたね、そういったソーシャルメディアの優位性って、災害時や緊急時の情報伝達手段として非常に有効であるっていうのが本来根っことしてあったはずなんですけれども、去年から始まった収益分配によってね、現在はそれすらも危ぶまれているというのが事実としてあるみたいで、もともとツイッター時代からあったね、人間の闇の部分を露呈しやすいソーシャルというような僕の印象も相まって、今の X ってね、書き込む価値も見る価値もほとんどないんじゃないかなと僕としては思っているわけなんですよね。今僕がこうしてやっている YouTube もね、そういった側面がないわけではないんですけれども、 X と比べるとまだ健全なソーシャルメディアなんじゃないかなとは思いますね。さすがにインプレゾンビみたいな悪質すぎるケースはね、 X の運営もほっとかないと思いますし、今回の地震の件で日本政府も X に改善要望を出しているみたいなので、今後の動向をよく見てね、改善が見られないようで
であればもう X なんてやんない方がいいんじゃないかなと思いますね。ただ一つね、我々ユーザーにできることといったらね、おかしなポストには反応せずに黙って運営に報告してブロック、これがねめんどくさいんですけれども、下手に反応するよりもよっぽど簡単だしかつ効果的だと思いますから、この一点に尽きるんじゃないかなと思いますしね、できれば炎上騒動にもね加担なんてしない方がいいんじゃないかなと思いますね。YouTube にもね、未だに炎上商法みたいな真似してるやつが時たまいますけれども、僕はそういうのには一切反応せずに通報してブロックで、はい終了みたいな感じで済ませていますね。炎上商法とはね少し違うんですけれども、女性用下着のレビュー動画っていう大義名分でやっているチャンネルがね、自分のスマホに時たま出てくるんですけれども、なんかねわざわざカメラの前で自分の履いているパンツを脱いで見せてくる女のチャンネルがあってですね、まあ気持ち悪いんでね、出てくるたびに通報ブロックしているんですよね。そういうのが嬉しいっていうご紳士騎士団の方もね多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、僕としてはね一切の恥じらいもなく、はいはいどうせあんたら男はこういうのでいいんでしょみたいなね、人を小馬鹿にしているようなところが見え隠れしてね、正直すげえ不愉快になるんですよね。こっちとしてはね、見せられちゃったら意味がねえんだよ、隠されるから見たくなるんだよ、分かってねえよなーっていう感じですしね。だいたい汚くて見たくねえよ、人前に出したいんだったらせめて洗濯してアイロンの一つでもかけてからにしてくれよっていう風にね思うんですよね。まあ好きな人のパンツだったらね、見たい嗅ぎたい被り